青草川よりホームを望む和田山川よりホームを望む武田駅と武田城武田城から武田駅は兵庫県朝蘇市和田山町武田あ中町西側にある西日本旅客鉄道版単線の駅である特急浜風のうち1号4号が通年停車するほか武田城市の解散時期には3号6号が臨時停車するまた臨時列車 天空の白竹田城石号も停車する。短式ホームに面2線を持ち、交換設備を備えた地上駅。かつては短式、島式の複合型に面3線のホームを有していたが、現在では中央の1線が外されて2面2線となっている。1線スルーではなく Y 字分岐の配線で、ホームは上下線で別になっている。 開業当時からの重厚な作りの木造河原吹の駅舎が現役で使われ続けている。その駅舎はもともと短式であった寺前方面行きホーム側にあり、反対側の和田山行きホームへは古戦橋で連絡している。福崎駅管理の簡易宅駅となっており、窓口ではポスター末による発見を行うが、早朝と夕方以降は無人となる。 2021年3月13日より愛国家などの交通系 IC カードが使用できるようになった。以前はワンマン列車は改札口で切符を渡すように言っていたが、現在は運賃箱に入れる形式に変わっている。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は173人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 全ただ市バスかつては急行、田島の一部が停車しており、同列車の廃止後は長らく普通列車のみの停車となっていたが、武田城跡への観光客増加により2012年度より、武田駅の利用客が増加していることから、2013年4月27日から6月30日までの土日祝日に特急、浜風が下り2本、上り1本臨時停車することとなり、 臨時停車と同時に、全ただしバスが周遊バス、天空バスの運行を始めることとなった。その後も利用が好調なことから、現在では、武田城跡山開きに合わせて3月下旬から11月末まで、毎日、特急、浜風1号3号4号6号の臨時停車と天空バスの運行が実施されており、2015年からは、和田山寺前駅間で、観光列車、 天空の白竹田城赤号が運行開始され、当駅に停車する。前述のように2016年春のダイヤ改正からは浜風1号4号が通年停車となり、引き続き浜風3号6号の臨時停車も継続されている。ありがとうございます。